江戸巧妙海底人は、歌川広重による大番横西絵で、江戸の巧妙な料理屋を取り上げた全30図の揃いものである。江戸では、明暦の大会後、大衆食堂のような料理屋が、浅草や両国付近に登場し、さらに法暦年間には、手の込んだ料理を提供し座敷屋庭のある、高級料理茶屋が現れた。料理茶屋は、 参拝客や行楽客を見込んで名所の周辺に建てられ、書画会や区会なども開かれていた。地方の人間にとってこうした料理茶屋は一種の江戸名所となっており、これを題材とした見立て番付や S 五六、そして錦絵が複数登場した。歌川国定、当時光明解析人、経済衛星、当世会析人、三代報告、広重合作。 当都公明解析人、そして明治に入ってからも、豊原国地下、東京三十六解析、開花三十六解析などがあるが、中でも有名なのが、藤岡屋彦太郎を版元とする、歌川広重の江戸公明会定人である。料理屋の座敷の様子だけでなく、建物の外観や庭園などが様々な季節の風景と共に表され、風景画の名手としての、 広重ならではの描写となっている。各図の線形の中には、それぞれの料理屋にちなんだ教区が記されて、教師を添えている。題材には、諸画会や句会を行う人々の姿が複数登場しており、当時の料理屋が文人たちの交流の場としても活用されていたことをよく伝えている。取り上げた料理茶屋は800前、平清といった高級どころから、 白山の満勤や浅草神なり門前の亀屋のような即席料理を供する店までバランスよく含まれている。江戸府における料亭の分布に基づく江戸光明海底人料亭の位置。本文中、内の数字は地図上の番号に対応。水の都と呼ばれ、周運文化が流盛を極めた江戸では、河川沿いに二条城や周運関連の施設などが数多く作られ、 水文化が築かれてきた。その中で、料亭は水辺という場所の特性を生かし、江戸の都市化に伴って発展した外食文化から生まれた店舗形態である。こうした料亭の立地について、江戸府における料亭の分布をもとに、江戸光明海底人に描かれた料亭の位置を一部、転記したものが渦であり、エリアごとに特徴が見られる。田川や、張間や、 800前などがあったエリア。戦争時をはじめとする寺社や吉原を要する点に加え、隅田川対岸には自然が多く残り完成な継承地や別荘地として位置づけられていたため、年中行事の行楽地、名勝地として人気があった。田川屋は大音寺前にあり、吉原帰りの客が多く利用した。その室内には浴場や茶室が設置され、参拝、参景客や、 文人の利用も多かった。放来屋などがあったエリア、蓮池などの景観に優れ、周辺には寺社が立ち行楽地化したことで料亭が集積した。周囲には上野寛永寺とその門前町があり、商店が集中する広工事もあったため、多くの人々が行き交う空間となっていた。放来屋は、死の場池に面し、絵図では花見をする遊女が描かれている。 池の景観と合わせて四季の行事を楽しむ様子が見られた。柳や万八、青柳などがあったエリア。両国は一大商業地であり、隅田川に通ずる運河は物資の輸送やその陸揚げ集散に利用され、商業に不可欠な施設となっていた。また、浅草橋と柳橋にあった菓では、芝居見物へと向かう、チョキ船や屋形船等、様々な船が、 通行や行楽に使用されていた。万八郎は柳橋にあり、絵図では座敷内の様子や料亭へ向かう芸者と中井の様子が描かれている。河川の様子は料亭においても景観要素として活用された。料亭の脇には船着き場が置かれ、客は直接乗り入れたり船上で料理を楽しむこともできた。平き吉武蔵屋などがあったエリア、海沿いの立地に加え、 北地区に比べ火事の可能性が低く、貸し地利用の自由度の高さから、全国から集まった物資の倉庫が立ち並ぶ、商業地として位置づけられた。明暦の大会以降、多くの寺院が移入し、産経目的の客が集まる地域もあった。花見や花火見物、夕鈴見等の遊興における名所でもあったため、両邸が集積した。武蔵屋は、須崎の海に張り出した場所にあり、 ベザイテン産系の人々で賑わった。長望にも優れ、絵図では、初日の出の様子が描かれている。解析即席を料理及び、江戸切絵図から、両帝名、町名を抽出し地図上にプロットしたもので、タイは、江戸公明海底人の両帝名、町名に合致している。ありがとうございます。